4月以降3ヶ月間の県内の経済情勢について佐賀財務事務所は持ち直しつつあると判断しました佐賀財務事務所は3ヶ月ごとに年4回県内の企業や公的機関へのヒアリングをもとに経済情勢を判断していて今回は持ち直しつつあるとしてニケブリの情報修正となりました感染状況が落ち着いていた特に5月小売や飲食で客足が好調だったほか 外食向け食料品の需要が戻りつつあるということです佐賀財務事務所は経済活動の正常化が進み景気の持ち直しが期待されるとした一方ウクライナ情勢による原材料価格の高騰など下振れリスクに十分注意する必要があるとしていますまた新型コロナについては再び急拡大しているが行動制限などはない中どのように影響するか注視していくとしています